こんにちは。テストプレイ第2弾として、スタイリッシュポーマーの方をちょっと紹介していきたいと思います。ちょっと久々なんで、インカとかちょっとうまくいかないかもしれないですけど、ちょっと参考にしてみてください。この火薬術というのが、通常の爆弾が、爆弾 G に、変換されます。スタイルは武士道ですね。スタイリッシュボーマーなので爆弾の引火を、武士道スタイルで、避けていくという形。あとラウンドフォースで、積極的に、無効化しつつ爆弾の引火をしてくる形ですね。で必須スキルですけども、状態異常攻撃に、これは正直、スタイリッシュボーマーの場合は必要ないといえば必要ないんですけども、眠らせる効果が早くなりますので、つけて損はないです。でボーマーこれは必須ですね。ちょっとこれは気にしないでください。罠師の方はちょっとスタイリッシュボーマーの方は必須になりますので、最低必要なのは罠師とボーマーだけです。この2つがあればあとは、構成は何でも構わないです。ちょっと早速やってみますね。で、1回目までは結構早く寝かせられるんで、先に眠らせますね。これであと2回かな。ちょっと久々なんで覚えてないですけど、寝てましたね。そうですね。でダウン時までは攻撃可能ですんで、今回は攻撃しないですけども。で、スタイリッシュの前にちょっとラウンドフォースの引火法ですね。直接、攻撃すると最初の攻撃が3倍になってしまうので、まずこれ攻撃してそのままラウンドフォース発動というふうにすれば、問題ないです。で爆弾のこの調合ですけども、下のタッチパネルを利用します。このリストから調合というボタンを押すとこの画面に切り替わりまして、左上から 1,2,3、真ん中の段で左から、4,5,6で同じように7,8,9となります。でこのオータル爆弾 G と爆弾が、6と9にあるんですけども、これが何かっていうと、このリストから調合の、6番目と9番目に値をします。なので、自分のこの右側の方が多分歩きながら操作できると思うので、そっち側にするようにしてください。ちょっとスタイル処方までやっていったもんですね。相手の足元に入って攻撃をして、そのままスタイリッシュで避けるという形で、ノリが狙える人はノリを狙ってください。こんな感じですね。ちょっと久々なんでちょっとダメージ食らっちゃいますけど、武士道を避けると、相手の方に、十字架を入れることによって、アナログストックですね、入れることによって相手の方に向いて攻撃をするとジャンプ攻撃になります。多分1、2回ぐらいは乗れると思うんで、乗ってついでに眠らせて爆弾でいいんかっていうのも全然いいですね。ダウン時に爆弾を仕掛けまくってもいいんですけど、2回ぐらいまではどのモンスターも寝やすいんで。寝ましたね。ちょっと今度スタイリッシュボーマーの引火法も同じなんですけどね。どっちでもいいです。相手に向かってもいいですけど、ちょっと離れて攻撃をしてそのままダッシュで、でジャンプ乗りっていう形ですね。これが全部決まると結構ダメージ大きいんで、あとは爆弾でちょっと攻撃してみますね。これオータル爆弾値いらないんですけども、で受け身の形でもできますので、ちょっとこれはダメですけど、相手が、ビームとかそういうのがないモンスターに関しては、昔のランスみたいな形で、待ちつつ攻撃する感じですかね。
あれ？爆弾。もう使い切っちゃいますか。爆弾だけで倒せると思うんですけどね。スティックを違う方に入れることによって避ける方決まるんですんで、これを相手の方に向ければ。で、最初ポンで置いてすぐラウンドフォースとかでも認可できますんで、爆弾なくなっちゃいましたね。倒せるのか。まあ、あのスタジオボンは今みたいな感じなんで、やってみてください。タイム的にはちょっと久々なんで、かなり遅いですけど、記事の中に、倒した速さのやつがあるんで、そちらをちょっと参考にしてもらいたいんですけども、ちょっとこちら一旦終わりますね。ですね慣れてるとちょっとリンクの記事の方を見ていただければ、どんな感じかっていうのがすぐ分かると思いますんで、まあ時間が、まあ、7分ぐらいかかって倒せてないんですけども、5分かからなかったんじゃないですかね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとリンク貼っておきますんで、ちょっとそちらの方も見てもらえればと思います。じゃあこれ、ご視聴ありがとうございました。